はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。ただいま東横イン成田空港新館に来ております。今前乗りで宿泊今日1日して、明日早朝からタイバンコクに生徒さんと行ってまいります。今回はアンチマーケティングについて少し話しさせていただきます。アンチマーケティングっていう手法は、例えば背取りはダメだから海外転売やったらいいだとか、 A はダメだから B がいいっていう風に持ってくマーケティングの手法なんですね。で、結論から言えばアンチマーケティングって論理的に非常に脆弱性っていうのがあります。例えば腐ったバナナは良くないからリンゴを食べなさいって、これは合ってるじゃないですか。でもアンチマーケティングのやり方って文脈上、腐ったバナナはダメだから腐ったリンゴを食べなさいって言っても文脈上通じちゃうんですよ。例えば背取りと海外物販っていうのを比べて、どっちがいい悪いっていうのを比較して、じゃあ海外物販やりましょうねってやることってもちろん簡単にできるんですよ。まあ、頭使わなくてもできるわけ。例えば背取りっていうのは既存品だけど、海外物販っていうのはゆくゆくはブランド戦略、オリジナル商品を作っていくわけだから、ご自身のオリジナル商品っていうのをある種独占的に販売することができますねとか、既存商品っていうのはじゃあ1000ロットっていうふうにドカンって入れるわけにはいかないけども、中国から入れた商品をアメリカに売るっていう海外物販では、一つの商品1000ロットでも1万ロットでも売れるのであればガツンと入れることができますねとか、そういった海外物販にとっての利点で、かつ対象のものにとっては欠点のポイントっていうのも5つぐらい挙げるとですね、このアンチマーケティングって成り立っちゃうんですよ。でも逆に背取りの人から言わせれば、中国の不良品とかそういったものっていうのをつかまされることを考えると、既存品を扱った方がいいだとか、あとは実際にその商品を、例えば店舗背取りであれば店舗で手に取って、よしこれならっていうふうに目の前で匂いとかも含めてね、全部自分自身で検品した上で出せるから、背取りの方が安全性は高いし、手っ取り早いし、料金の回収、お金の流れ、フローっていう、キャッシュフローっていうのも非常に快適であるとか、そういう言い方もできるわけですね。古き良き時代っていう言葉がありますが、あれも実は全然良くない言葉で、古き良き時代って言葉は、今の日本の悪いところと、昔の日本の良かったと思ってるところっていうのを比較してるんで、それは昔の方がいいよねって話になるわけだし、昔ってそれこそ少年の殺人事件が今と比べたら格段に少なかったって言ってるけど、そんなことはないわけですよね。単純にそれを我々が知らないから少ないと思い込んじゃってる場合とかもあるわけなんです。だから A はダメだから B っていうやり方っていうのは、マーケッターとしては個人的には恥さらしな手法だと思ってるんですよ。で、恥さらしじゃない手法って何かっていうと、ものすごく簡単な話で、私であれば海外物販の魅力をただ伝え続けるってことなんですね。で、ただ伝えるっていう言葉をもうちょっと細かく噛み砕いてみると、ただ伝えるっていうのは、良いところも悪いところも含めてメリットデメリットも含めて、全部そのままありのままにですよ。アナ雪感覚、ありのままの海外物販を伝えようですよ。これが大切になってくるわけなんですよね。で、デメリットを伝えたらお客さんいなくなっちゃうんじゃないかって思う方いるかもしれないんですが、いえいえ、そんなことは全くなくって、デメリットに関しては、じゃあどういう解決策があるのかまで提示すれば、そのデメリット、リスクっていうのを払拭する方法っていうのも知ることができるので、決してじゃあ海外物販は怖いからもうやめようっていうふうにはならないわけです。そしてそもそも、マーケターのトシさんというね、先日対談した方がおっしゃっていた通り、情報発信っていうのは、リーチしてほしい人にリーチするっていうことが大切なんですが、と同時に、というかそれ以上に、この人には来てほしくないなっていう人を省くっていう目的もあるわけですね。だから、もし自分自身が海外物販のメリットしか伝えなくて、それこそ誰でも簡単に稼げるだとか、初月で月収100万円になっただとか、もちろんそういう生徒もいるけれども、その生徒が全員みたいな言い方をしちゃって伝えてしまうと、私が本来情報発信を通して近づいていただきたくないうぞうむぞうまでぐわってきちゃうわけですよ。簡単に稼げるんでしょとか、カリキュラム通りにやりゃいいんでしょとか、そういった感覚でグワッて商売をやられちゃうと、その後の指導がめちゃめちゃ大変になるんですね。
だから 1% の、まあ、クレーマーってわけじゃないですけど、 1% のそういう人たちがいると99の力を使わなきゃいけない。それっておかしい話じゃないですか。本来は99の素晴らしい生徒さんのために99の力を使うのが当分っていうものなのに、 1% の、ね、簡単に稼げるんでしょみたいなノリの人が来ると、その人の対応で99使っちゃって、じゃあ残り1を堅実にやってる人に分配するって言ったら99分の1ずつしか分配できなくなっちゃうわけじゃないですか。それはちょっとお門違いだなっていうのがあるから、真の部分のデメリットも含めてしっかりと伝えた方がいいし、で真の部分のデメリットに関しては解決方法もお伝えすれば、堅実な人であればあるほど問題なくその方っていうのは、まあそうだよねと、むしろ信憑性が出てきて来てくださるっていうふうに私は考えています。私の理想とすればね、タイ物販がいいって思ってる人はタイ物販がいいんです、こういう点がいいんです、でもこういうリスクがあります、でそのリスクに関して私のコンサルは、塾は、まあ、スクールはこういうふうにそこを解決してきますって言ってたらいいんですよ。私は私で中国アメリカいいです、でメリットもデメリットもちゃんと話すで言ってる、で背取りの方は背取りの方で、まあ、こういうメリットデメリットがあって、デメリットに関してはこういうふうに補填していくっていうふうに伝えればいいんですよ。で、おのおのが自分の等身大のビジネスの姿っていうのを伝え合っていれば、別に殴り合う必要ないじゃないですか。同じね、物販業界の人たちでも。それが A がダメだから B だ、いや B がダメだから C だ、いや C がダメだから A だみたいなこと言ってるから、なんか頭の中が混乱して、じゃあ何がいいのっていう話になっちゃうんです。そういった、なんだろうな、大きな意味での矛盾を作るような、あの発信の仕方っていうのは良くないですよね。で、各々が各々で自分の良さ、メリットデメリットをしっかり伝えるっていうことが大切だと思ってますので、最後に告知みたいなものなんですけれども、今後、まあ、自分以外の物販のビジネスの人とも対談動画っていうのを撮っていこうかなっていうふうに思います。まず第1弾、まあ、今のところね、まあ、話が進んでいることとすれば、背取りすごく堅実な人っていうのを2人知ってるんですよ。これめちゃめちゃ貴重ですよ。まあ、どの物販の業界でも三歩よしで堅実にやっている人っていうのは本当少ないから、その少ない人たちっていうのを一人ずつね、あの順番に徐々にですけれども、こちらのチャンネルを通して紹介させていただきたいと思います。それで海外物販より背取りの方がいいなと思ったら背取りに行けばいいわけだし、逆にその方も私のことをもし紹介してくださって、じゃあ海外物販の方がいいなと思ったら海外物販に来ればいいんですよ。本当それだけの話なので、私はね、そこに関して、その自分のビジネスが誰かに自分の生産が誰かに取られるっていう危惧は全くしてなくって、人間適材適所十人十色なので、海外物販に向いてるし、海外物販に一番興味あるって人もいれば、背取りの方がいいなって思う方もいると思うんですよ、このチャンネルの視聴者の方でもね。でもそこら辺に関しても、そのままこういう背取りっていう手法があってっていうのをちゃんとね、その発信者の人をこの映像に登場していただいて話していこうかなっていうふうに思います。というわけで、そういったことも今後ね、一つの企画としてやろうと思っているので、ぜひお楽しみに。少しね、休んで明日朝早いのでタイバンコクに行ってきたいと思います。最後までご清聴くださりありがとうございます。では失礼いたします。